WWF としては国内廃止炉取引というのを推進しています。でこれはいろいろちょっと混乱が生じていると思いますけれども、京都メカニズムによって出てくるクレジットというのがクリーン開発メカニズムとか共同実施で、これはそのプロジェクトを実施してそこで削減された量をクレジットとしてリアルごと売買するという、のが一つあります。で一方、私の言っている国内廃止炉取引制度というのは国内でそのやるものでキャップエンドトレード型といって、EU ETS とかアメリカの州レベル、オーストラリア、ニュージーランドなどで行われているものです。でそのやり方としては、基準年となる年から目標年、だから 6% 削減した分、これをキャップとします。このブルーのものをキャップとして、でそのブルーの中でその排出枠というものがあちこちの工場にこう発行して、そしてその生産活動によって排出がなされたは後に、この、足りな、もしも排出枠よりもたくさん排出してしまった場合に、その排出枠以内で収められたところから排出枠を買ってくるということによって、その目標というか、その排出持っている排出枠内で排出を抑えられるという制度です。でこれはちょっと今説明省きますけれども、これは一つのツールなんですね。ですから全部を排出量取引でやるというわけじゃなくて、国内対策のうちの一つでどの部門をその対象にするか、そしてその部門の中でもどの施設を対象にするかというようなことを決めて、やるわけです。でグローバルに今排出量取引というのは発達しています。で EU ETS はもう2005年から動いていて、2008年今年から第2フェーズに入り、そして2013年以降は第3フェーズに入る予定で、もうその第3フェーズの制度設計がもうパブリックコメントにかけられていて、ほとんど決まりつつあるんですね。で EU ってものすごく準備が良くて、もう京都議定書が採択された時からもう EU ETS をやろうということを決めていて、でそれはその 国際排出量取引というのが決められたので、それの練習としてやろうということで、始めたわけです。でそれに対してアメリカでもこのままでは世界に遅れてしまうという危機感が結構あって、まず東部の10州が2005年に2009年から排出量取引をやると、電力会社だけ対象にしたレイチーという東部10州の取り組みを発表しました。その次にカリフォルニアのシュワルツネッガーさんを中心とした西部6州プラスカナダ2州の取り組みが発表され、そして昨年11月には中西部の6州とカナダ1州というふうに、州レベルではものすごくもう大幅に排出量取引が発表されています。一方連邦議会でも2007年に入ってから10本の法案がこう排出量取引に入れる法案を作っていて、そしてそのうちの一つが上院の環境委員会で可決で、これがリーバーマン・ゴアナー法案というんですけれども、これが2008年今年の夏頃に上院の法院で議論されることになっています。そして一方オーストラリアも去年の11月末で政権が交代して、今まで京都議定書を拒否してたんですけれども、即批准しました。で連邦政府は2010年開始を目指して2008年度中に制度設計をするというふうに言っています。でこうした動きをリンクさせてグローバルな市場を作ろうという動きが、この ICAP っていうんですけど、インターナショナルカーボンアクションパートナーシップというものが2007年の10月の末に発表されて、 EU とそのレジとその西部の取り組みとニュージーランドで、その時はまだちょっとオーストラリアが分からなかったので、ニュージーランドで現在ではオーストラリアも対象にしてリンクさせようとしています。で日本ではどうかというと、
環境省が、自主的な取り組みとしての廃止路取引というのをやってたんですけれども、それをなんかこの2月になってから急に動きが活発になってきて、で経産省も環境省も国内廃止路取引を検討する会を発足し、そして福田首相のもとに有識者会合というのができて、懇談会ができて、そこの中でも廃止路取引を検討する、そして自民党もそれから民主党もその検討会を立ち上げています。なのですごく動きが活発なんですけれども、それよりも前から東京都は去年ですね、去年の夏に削減義務プラス取引という案を提案していて、で今年の3月に石原都知事は ICAP へ入ることも宣言しました。なので日本では今ちょっとさまざまな動きが2月から急に出てきて、でこれはちょっとサミットを目指して何か動きを作ろうとしているのではないかというふうに思っています。で、その必要性なんですけれども、大規模排出者がキャップをかぶるので削減量が確実になります。それから削減にかかるコストが企業ごとに違うことを利用して、より安い場所での削減から進めることを可能にする、つまり自分のところでは高すぎると思ったら安いところ で削減した分を買ってくればいいわけです。ですから削減コストが最小化される。でまた逆に削減努力をした分売ることができるので、インセンティブにもなるし、できないところは買ってくるということで柔軟な対応ができる。つまりその企業 の戦略として、この部門はこれからもっと増産をしたいので排出枠が必要だと思った場合は買ってくるし、この部門はもう古くなったので、もう技術も古くなったし、もう閉鎖してもっとその伸ばしたい部門にその分の排出枠を当てようと思うこともできるわけです。ですからその企業の今後の将来 の企業戦略を考える上ですごく有効になるんですね。でそういう意味でそういうような戦略的なこう対応ができるので、 CO2 排出の少ない効率的な社会をへと構造変革を起こすことができます。でもう一つそのビーバマン・オアナ法案が言っている一つの条項があるんですけれども、それは同じような政策を導入していない国からの輸入品に対しては、それを製造したのにかかった排出量と同じ価値の排出枠をつけてでないと輸入しできないという条項をつけていて、ちょっとすごく今までアメリカ何もやってこなかったら何言ってんだと思うんですけれども、ちょっとすごくそういうのがあって、例えば日本が自主雇用計画しかしてなかったとすると、そういう規制的な法案を持っていない国とみなされて、日本からアメリカへ輸出する場合に、それを製造するのに排出した量の排出枠をつけてでないとアメリカに売ることができなくなる、そういうような状況になるわけです。でつまりやっぱりその CO2 排出っていうのはコストなんですね。ですからそういうようなことも考えると、これからはやっぱりそのこういうグローバルなカーボンマーケットができていって、日本だけ自主行動計画でいいやみたいなことを言ってられない時代になる。